こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シルキーストーム、これは好スタート。レギュラーロガー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してレギュラーロガー花に立ちます。その後ろからはシルキーストーム、この馬も上がっていく構えです。さらにはトレジャーピナクル、8番フレッシュアドラブル、その後ろ前に戻りましょう。先頭はなんとグラスワンダー、場内ドッと沸いています。すぐ後ろにシリック。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。先頭に戻りましょう。先頭はなんとグラスワンダー、場内ドッと沸いています。その後ろにシリック、その外からトレジャーピナクル、内からはシルキーストーム、並んで5番ステートリック、サイドエイト、この馬もこのグループ。すぐ隣にサッカーセレナード、その横にフレッシュアドラーブル、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として4番グラスワンダー、グラスワンダー、さらにリードを広げます。2番手はシリック、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。グラスワンダー先頭、残り 200m、 グラスワンダー先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はシリック、グラスワンダー独走、グラスワンダーぶっちぎりです。グラスワンダー1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。グラスワンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。アブクマポーロ前に行きそうです。ゴールデンミサイル、それに続いています。さらにはシルバーチャーム、8番ヘイルオブザキャット、その後ろプライムディライト、後方から前に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはゴールデンミサイル、3番アブクマポーロ、2番手を追走していますワンダフルバーリン、それに続きますオールドトリエステ、すぐ後ろ赤の帽子リアルクワイエット、その後ろその外からシルバーチャーム、並んで8番ヘイルオブザキャット、その外からフレンチピレネー、その後ろにグランプリテル、並んで14番ビクタークーリー、ディバインソング、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はワンダフルバーリン、2番手はゴールデンミサイル、アブクマポーロ、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はワンダフルバーリン、ヘイルオブザキャット、その後ろ内からはゴールデンミサイル、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はシルバーチャーム、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はアブクマポーロ、先頭を捉えるか。シルバーチャーム先頭、アブクマポーロ迫る、アブクマポーロ、アブクマポーロ1着、2着にはどうやらシルバーチャーム。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アブクマポーロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはバージニー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してバージニー花に立ちます。その後ろからはエターナルテイスト、この馬も上がっていく構えです。さらにはイタリアンコーラル、3番ブレイブパーシブ、その後ろベリーオフ、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。グリーリーシンガー先手を取りました。その外にバージニー、イタリアンコーラル、そのうちに続いています。内からは藤山インディ、クリスザクロス、そのうちに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はイタリアンコーラル、イタリアンコーラル先頭、2番手はイタリアンコーラル。待機シャトル抜けた、タマリスク追いすがります。待機シャトル1着、2着にはどうやらタマリスク。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。待機シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヤングワース好スタート、タイムリーハット、この馬も好スタートを切りました。トゥーザビクトリー前に行きそうです。タイムリーハット、それに続いています。さらにはパーフェクトオーシャン、10番、ヤングワース、その後ろフラミンゴロード、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。タイムリーハット先手を取りました。ラウンドドーム、それに続きます。その隣にヤングワース、その横にジャックオーク、好位置をキープしています。トゥーザビクトリー、その外にパーフェクトオーシャン、ダリアバ、そのうちに続いています。内からはサンスパングルド。では前の方から。タイムリーハット先手を取りました。さらにはダリアバ並んで5番、クリアエクセレント、アポロアイリス、この馬もこのグループ。すぐ後ろにヤングワース並んで8番、ラウンドドーム、ジャックオーク、この馬もこのグループ。ピンクの帽子、トゥーザビクトリー、いい位置につけました。さあ先頭はダリアバ、2番手はタイムリーハット、クリアエクセレント、3番手トゥーザビクトリー、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はダリアバ、タイムリーハット続いています。その隣からはアポロアイリス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダリアバ先頭、差はほとんどありません。2番手はタイムリーハット、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ダリアバ先頭、差はほとんどない。2番手はタイムリーハット、残り 200m、 先頭はタイムリーハット、残り 100m、 トゥーザビクトリー抜けた、タイムリーハット食らいつく、トゥーザビクトリーわずかに、トゥーザビクトリー体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。新風ライデン、好スタートを切りました。ゴールドプルーフ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して新風ライデン花に立ちます。その後ろからはゴールドプルーフ、この馬も上がっていく構えです。さらには博多ビッグワン、4番ゴンメンダトーレ、その後ろ。では前の方から見てみましょう。ゴールドプルーフ先手を取りました。並んで1番新風ライデン、ゴンメンダトーレ、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。もう一度先頭からゴールドプルーフ先手を取りました。これに続いてブレイクメロディー、白の帽子、新風ライデン、その後ろ。すぐ隣にゴンメンダトーレ、その横に博多ビッグワン、ナショナルスパイ、すぐ後ろ。その隣にサーガカップ、その横にハマルファイター、 MI ブラン、後ろからになりました。その隣にサザンパンサー、内からはキャニオンロマン、さらにはスノーエンデバー、その外に月福王、並んで9番ナシアントレジャー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでゴンメンダトーレ先頭に変わりました。ゴンメンダトーレさらにリードを広げました。2番手はゴールドプルーフ、ブレイクメロディー、3番手大外からピンクの帽子、 MI ブラン、伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ゴンメンダトーレ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はゴールドプルーフ、あと 200m、 ゴンメンダトーレ先頭だ。残り 100m、 MI ブラン抜けた。ゴールドプルーフ追いすがります。 MI ブラン、 MI ブラン1着、2着にはどうやらキャニオンロマン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは MI ブラン。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はチェリーオイダー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はオートリブライドル、先頭を捉えるか。やはりオートリブライドル先頭だ。あと 200m、 先頭はオートリブライドル、オートリブライドル先頭です。このまま押し切るか。ナッツシチー、ナッツシチー、ナッツシチー1着、2着にはどうやらオートリブライドル、見事に勝ちました。ナッツシチー、オートリブライドル2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。